わあ、ドリフトする。完全に逆光ですけど大丈夫ですか？音声いけてますか？音声レベル動いてますか？音声レベル動いてます、はい、非常にいい天気になりましたね。はい、あったかい、あったかい。ちょっとなめちゃん暑いぐらいじゃないですか今。そうですね、フルダウンだと、はい、冒険用品初めてゴーアウトキャンプに出させて、ちょっと移りにくい横沢鉄板1本できました。お洋服も持ってこなかったね。昨日の夜寒くなかった？鍋ちゃん大丈夫だった？大丈夫です。若干ですね。なんか鍋ちゃんすごいモゾモゾしてたもんな、横で。で、あの二重にしてたじゃないですか、うん、上目が剥がれ始めると急激に寒くなるっていう。やっぱり2枚持ってきてよかったね。そうですね。あ、まあ、こんな感じでいろんなメーカーさんのメーカーが横から行く、ね、はい、ジンバルの色おはようございます。うちもこうやって お洋服売ればよかった。そうですね、うん、完全に完全に。もう本当に忙しくてバタバタしてきたもんね、はい、突貫工事で。わあすごい、まあ、初回こんな、おはようございます。おはようございます。こんな感じですね。徐々に忘れ物も減り、なめちゃんが夜間を忘れたりとか。でもしょうがないな、初めてであんな忙しく仕事したからね、なめちゃんね。いやいや、こんな感じ。ゴーアウト、あ、ぜひ。本当すか。はい、あ、なんか YouTube 撮って、 YouTube 撮って、ここはアートフォームこれなら最高です。レソーがゴーアートです。高さがそんな、うん、結構楽しい。そうですね、いろいろ、うん、いろいろ売ってますね、うん、あ、これかがり火じゃないの？わ、これ欲しい。危ない。危ない。また買ってしまう。気をつけてください。はい。これいいね。ああ、その上で燃やすんですね。ここにこうやって薪こうやって立てていくだけでいいじゃないですか。はい。私、昨日の寝巻きのまんま今日は一日過ごそうとしてます。これジャージスタイルでもいいね。基本的にはちょうどいいですね。ちょうどいい、ちょうどいい。このあ、ミッキーライト発生を欲しいね。普段1万円なんです。あ、もう買うしかないけど、アムスの
本店に行って僕もミッキーグッズ、はい、よく買います。あ、本当ですか。はい、アムスにあるんですよ。さっき触らせてもらいました。ミッキー振っちゃった。洗えます。あ、そうなんですか。で、あのこの電気の部分を外したやつ、電気の僕なんかこれ沖縄に連れてきました。スタートに行きます。お願いします。これ完全に自分たちが欲しくなるパターンですね。そうですね、またここなんだかんだかんだかんだ。で、隣はなんとうちの隣こうね、こっちこうなんだ。はい、まだ鍋ちゃんがね、慣れてなくて本田さんがどうだ。どうだ、試乗ができるっぽいですよ。試乗ができます。試乗できるんですね。試乗できますが、ちょっとお客さんの動線を間違って、設置し直しです。やられてますよね、今ね。はい、すいません。僕もオートバイもらえると。あ、そうですか。はい、時間がなります。10時ギリギリぐらい。あ、大丈夫だよ。4つしかないから。はい、あとはここのお客さんをターゲットに見えるんですけど、はいはいはい、前提でブースを作ったんですけど、なるほど、こう変えたんですね、こっちが。なるほど、ありがとうございます。よろしくお願いします。隣で鉄板売ってます。え、鉄板？横沢鉄板っていう焼肉の鉄板があって、はい、どうですか、どうですか。めっちゃ興味ある。これもアマゾンから。待て待て、ブース作ってから。あ、どうだー。ちょっと後で。すげー、そうなんです、そうなんです、そうなんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。という感じですね。じゃあ次はおでんを作りたいと思います。いや、下からです。まあいいけどね、自分が慣れたら好きな基準で。はい、はい。だいぶ焼けてます。明暗差がすごいな。機械乗せて練習した方がいいですよ、マジで。なるちゃん、機械乗せて泣いてるの、この泣いてるあれが。なるちゃん、でもダメだ、泣いても。の絵を撮ったり、クリスマスツリー行ったりとか。わかりました。でも見えるね、これでね。ライトで。
ってないです。あ、踊ってないか。見てきました。見てきましたけど。なんかだいぶ人増えたんすね。そう、なんか人減った感じが。あ、撮れてます。今撮れてます。音声がちょっと聞こえないかも。あ、これがうるさい。あ、大丈夫。それぐらいだ。いや、今日は忙しくて全然ムービーも撮れなかったですけど、大丈夫ですか。レンズウニウニ動いてますけど。ちょっと今大丈夫ですか。今ここにフィーチャーしようとした。横沢テープは何枚？50枚ぐらい。50枚ぐらい。今日一日で売れちゃいましたね。アウトレットでちょっと傷が入ってる横沢鉄板があったんで、3000円で販売したところ大人気。なんか飛ぶように売れた感じはしますね。ね、そうですね。まあでも今日でもほとんど割れない。そうですね。明日がちょこっとある。50時ぐらいで、昼に50枚売ったってすごいですね。3000円とは。そうですね。まだ事務所にもちょっとあるんですよね、アウトレット。いや、アウトレットもないです。あ、ないんだ。あ、いや、ちょろっとあるんです。ちょろっとある。はい。でも本当に4、5枚。あ、そうなんだ。まあ、通販でも4、5枚それを出すかもしれないので、ずるいじゃんと思った人はそれをください。今日はね、これからまだ僕らは夜は続いて、私これからキムチ鍋作り、お風呂をどうすか、どうするんですね。お風呂入る時間が短すぎてね。そうですね。入れるかどうかですよ、本当に。頭だけでも洗いたいよね。まあ、これで抜け出すかですよね、夜の街で。お風呂がやってるところ。頭洗いたいですね。体はまあいいんだけど、頭が嫌ですから。明日昼間の映像は何かまた鍋ちゃうと思うので、ブースの紹介とかしに行ければな。あとキムチ鍋の映像も撮る。あ、そうですね。はい、はい。メッセージがまず、おお、そっちか、あっちか、ラベちゃん、やばい、おお、素晴らしい、おお、おお、でかい、結構すごいじゃん、結構でかい、間近ですからね、あ、ああ、おお、すごいすごいすごい、これさ、低くない？低いですね、おお。結構すごい。撮れてんのこれ。動画映るんかな。あ、映ってる映ってる。綺麗に行きますね。おお。いや、いいね。いいね、冬の花火。空気が澄んでるから。はい、今日ですね、家族の記念日。なべちゃんは来年の目標とかはあるんですか？来年の目標ですか？なんかあるんですか？こうしたいとか、仕事でも家族でも趣味でも。来年は波乗りするとか。あー、波乗りしたいですけどね。この打ち上がる前にってか。なるほど。みんなを見守ってください。あー、なべさん大好きです。それではお願いします。あーっと、来年は子供と海に行きます。あ、いいぞどうも。はい。人のメッセージ花火に自分の願いを乗せるという。そうそうそう。まだリュウくんだね。リュウくんは何ですか？来年、そうですね、いや、まあでも層を作るっていう話いただいたので。あ、それだね。そうですね、それを進めたらいいね、はい。
それをやりましょう。やりたいと思います。転職したばかり、もうすぐ竿の打ち合わせするから、それ早く一発目欲しいですね。わかりました、はいはい、6、3回でも何でもいい。はい、はい、ディープかベンツでいいよ、はい、いつもありがとう。今日みたいに最高の、まだ打たない、もう僕ら言ったのに。お願いいたします。お長い。いや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 、ミュウ君の竿は微妙。ちょっと、じゃあ今度私行きましょうか、はい、私はですね、やっぱり今年冬のボーナスを出せなかったんですよ。10月11月が悪くて、でそれはやっぱりカオリともずっと話したけど、出せなくて申し訳ないなと思って2人に対しても言ってるんだけど、やっぱりまたもうちょっと頑張って会社を盛り上げていい仕事をしてちゃんとバーンって出したいなと思ってるんで、よろしくお願いします。本当そう思ってて申し訳ないなと思ってて、でもいい時がまた来ると思うんで、一緒にやってくれればいいかなと思って。よろしくお願いします。それはずっと思ってて、そういう感じかな。もうちょっともっと頑張ってやりたいな。まあいろんな事情があってこうなってるんだけど、10月8月ですね。ああいう球らしいです。ああいう球、ああいう地味なやつみたいな。これ選べないですからね。あ、これ選べないんだ。でかいのでいってほしいよね。そう、ちょっとそうですね。できれば。ピローンってやつ。どこで本番が来るんだろうと思って、あのピューンってなった後パーンって来ると思うけど、来ないよね。これまだまだ打つから、今度渡辺さんもう一回ぐらい来ます。でもこれこうやって口にしとくと何でも叶うと思ってるんですよ。こうするって言ってたら。なるほど、はい、これ俺の分だから。ほら、でかい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 、これかな、でかい、ね、続きまして松本涼さん、お相手は彼女でございます。このなべちゃんの番です。ありますか、何か。俺と付き合ってくれてありがとう。いいわ。まだ出会って1年しか経ってないけど。そうですね、まあブラジル初めて行くんで、いい映像を撮るという、まあ映像写真、おうおうおう、魚もちょろっとって。ナベちゃんもピラルク、いや、ピーコック釣れるからね。本当ですか。釣れますよ。だちゃんと僕その時間を用意するんで。振りになりそうで、あれ用意したんだけどみたいな、時間用意したんだけど微妙だ。今短かったね、メッセージが。あ、リュウ君、来ましたよ、来ましたよ。こういうゲームです。こういうゲーム、こういうゲーム。来年こそは彼女を。おお。あ、これどうなる。これは花火。あー、これこれ叶いそうだ、叶いそう。いい。まあ僕はですね、家族のことを言うと、やっぱり子供がまだ中2と小4で、まあ、中3、小5になるんだけど、もっと子供と遊ぶ時間を作りたいなっていうのが、まあ毎年思ってる。まあそれが一番だよね、実はね。僕の願い、そこでございます。つまんなくてすいません。これちっちゃかったどうしよう。次誰もちっちゃそうだね。順番的に。しかも来年1月2月結構出国してますからね。そう。頼む。どうなる。あ、でかそうだ。あ、割といいね。割と変則的な感じの。続きまして島田恵子さんの、じゃあ次はですね、なべちゃんが今欲しいものを聞いてみましょうか。これが欲しい、何でもいいです、遊び道具でも、なんか車とかでもいいです、なんかあるでしょ。いやー、そうですね、今欲しいもの、欲しいものないのか。あー、なべちゃん、ビデオカメラ。おー、ビデオカメラ。あ、なかなかいい感じの、なかなかいい感じ。ビデオカメラ、ビデオカメラが欲しい。いや、なんかビデオカメラが欲しい。そうですね、お家で撮る用のやつも。いや、そうですね、ファミリーカメラが欲しい。ファミリーカメラというか、いろいろと撮れるじゃないですか、ズームとか、はいはい、こういうのでもいいんですけど、はい、あ、簡単なやつ、ね、動画用の、
もうちょいできそうっすね。うん、つくつ。あ、一人見てんのに。あ、ゼロ。あ、ゼロ。だ。あ、ダメだ。食べるか。食べますか。ライブ諦めました。では。あ、これがサガモ。うまく入れてください。本当に、はい、このスタンス。こぼれた。こぼれましたね。ちょっと暗いです。リュウ君が一回しゃがむと、これで大丈夫。いかがでしょうか。豚肉うまっ。ちょっとね、薄めてね、程よい辛さで美味しいです。うんうん、あのね、ニラともやしのこのハーモニーね。このハーモニー、シャキシャキ感が2種類の美味しいです。おー、美味しい、いただきました。ありがとうございます。おっかい。ありがとうございます。もう再生して録音してる今。はい、おはようございます。ゴーアウトキャンプ2日目。スミさん、ちょっとこんな感じです。素晴らしいね。はい、今日快晴、昨日もいい天気でしたけど、ちょっと雲が、薄雲がありますけど、快晴で、非常に寒くなります。PL になってますか？ここ大丈夫ですか？ここ、すごい。PL です。PL が。はい。はい。はい、おはようございます。ゴーアウトキャンプ、2日目。 V さんがね、こんな感じなんですよ。で、真ん中に戻ってきて、まあ晴れてるっていうことで、夜から朝方にかけて非常に冷えたみたいで、僕は分かんなかったんですけど、なべちゃんは寒くて起きちゃったんですよね。そうですね。で、避難所にいた。避難所になんと冒険用品のスタッフ避難所に行く。そんなにね、寒くないと思うんですけど、
まあ装備がなべちゃんのはちょっと弱いですね。夏のシラフだったのでそれがきつかったって感じですね。はい、で今もう朝何時ですか。今9時半でヨガ教室やってますね。まあ、朝のラジオ体操みたいなもんじゃないですか。せっかくだから富士山見ながらキノコを越えるで、両方の手胸の前だわ。そこ行きたかったんですけど、ブースちょっとこう舐めてみましょうか。まあ、うちのブース、あ、うちのブースから行きましょう。ほぼ横沢鉄板だったんですけど、まあ、昨日も説明したかもしれませんけど、アウトレットっていうことで、いつもより安く4665円が3000円になった、はい、いう感じで、昨日50枚ぐらい売れたんですね。そうですね、ありがたいことに。あともう今日は朝から1枚しか、これなんか来たの、それ展示してたやつなんですね。なるほどね、しょうがないという感じです。で、お隣さんはモンターで、試乗ができる、ね、かっこいいですね。かっこいい。モンキーの新型とか、これまたがっても大丈夫ですか。またがっても大丈夫。はい、大丈夫です。昔のモンキーよりでかいですよね、これね。あ、モンキーってめっちゃちっちゃいイメージして、あ、いいな。また買っちゃうっすか。置くとこないね。これで何 cc ぐらいなの。これ何 cc かな。125ですか。ね、120だから。オリジナルの昔のモンキーってもっとちっちゃくて排気量も少なかった。なんかさ、こういうイベントってあれですね、安くいろんなものが買えるから、はい、うん、またあの意味かなったものを買いやすいんじゃないですか。その現場で、あ、これ欲しかったのにみたいな。確かに今必要っていう、もうまさしく寝袋必要でした ね、 ね、寝袋。ナビちゃん、あの辺があったらあったかく寝れたはず。もうこの季節になるともうダウンのシラフじゃないときついっすよ、はい、中綿とかじゃダメね、はい、結構昨日まで普通に売ってみんな買ってくれてたんだ。僕はちょっと心惹かれるミヒーちゃん。ミヒーちゃんこれと、ここは焚き火ストーブで、ここ焚き火屋さん、焚き火台屋さんですね。焚き火台屋さん、うん、このオーナー今いらっしゃらないか。あれがね、畳めるんですよ、この焚き火台が。この焚き火台がこのサイズなんです。もう平らになる。平らになる。こうなってます。これ折りたたまれてるでしょ。これを展開すると、はい、展開するとこうなるんです。すごいですね。すコンパクトにたたまれてる。すごい構造になってます。というゴーアウトキャンプです。一瞬ムフタさんだと思いました。みんなこっち見てる。びっくりした。みんなこっち見て。編集長。あ、そうなんですか。マジな。
ていく、何かこういう頑張る。ちょいちょい撮る機会作らないと。ということで、なんか他に撮るものあるかね、これから先。まあ今日も含めて。でもやってたら慣れてくるでしょ。はい、と思います。慣れてると。撮り始めました。はい、突然ですけどマントです。でマントってすごくあったかいんですよね。で僕はなんでこういうマントがあったかいかって知ったかというと、アンデスに行った時に、アンデス地方に行った時にお土産で買ってきたんですよ。で自分用に買ってきて、でキープキャストのイベントでコスプレ的に着ようかなと思っていて、着てみたらすごくあったかくて、まああのクールダウンのジャケットとかには負けるんだけど、これが思いのほかあったかい。でなんかね、この様子もかっこいいし、その普通の服にないこの自由さもあって、このルースさもいいんですよね。でちょっと寒い時に、通常はこういう布状態、こういう布状態、もうこれお布団になるぐらい、膝掛けにもなるぐらいなんですけど、こういう切れ目が入ってて、寒いなと思ったらこう取って、こう羽織るだけでうまく貼る体に。でボタンがついてるので、もうはめれば、こうなる。で手はこうなるという感じですね。でボタンはね、2つ止め方があって、こういうふうにちょっと右側をこう持ち上げる止め方、この止め方ですね。それともう一つは、まあ、スタンダードにこの喉元というか首元をこう止める方法の2種類です。で今回持ってきたのはキャンプっていうことで、焚き火とかするときとの相性がいいですよね。今焚き火がここにないんですけど、こんな感じですよね。2月に、60個しか作れなくて、60個だけ来ますので、気になる人はまたページを見に来てください。予約はね、また1月に取ろうかな。余暇はね、1万円ぐらいかな。結構あったかい生地です。柄もいいですね。柄もいいでしょ。柄もちょっとやっぱりアンデスを意識して選びました。こういうちょっとうたた寝するときとかもいいですね、実はソファーで、はい、そういうまだマントの名前つけてますので、よろしくというのができているので、説明をしましょう。私が、まあこの横澤鉄板の特徴は、まずただの板っていうところですね。鉄の板で、それはコンパクトになるっていうことだけではなくて、
十分な厚さを持たせたことによる、熱の保持力が違うと。これが鉄板が薄くなるとこう肉がうまく焼けなくて美味しくできないそうです。こう肉厚であることで、熱をこう保持するんですね。こう例えば今火を消したとしてもしばらくこうジュージュー言ってる感じなんですね。だからちっちゃいっていうことだけじゃないですよ。ちっちゃくて肉厚だっていうことが特徴で、それが正しい鉄でできた鉄板だっていうことからの肉がうまく焼けるで、あとはお手入れが簡単だとか、その小さいことで持ち運びが楽っていうことになってくるんですね。これ早速もう焼けてますね。もういいですね。焼けてますね。割り箸ない？割り箸です。行きましょう。ゆうくんうまく焼きましたね。いやちょっとこれうまくいったっすね。ね、熱いんじゃない？熱いかもしれないです。チーズ、あ、チーズ。うん、あ、これめっちゃうまい。マジですか。ゆうくん上手。ありがとうございます。ソーセージはくるくる回しながらこうポジションチェンジをする。これも遊びなんですよね。まるでこれ鉄板フィールドです。これもうソーセージの選手がいてですよ。ポジションチェンジをして生きてうまく焼き上がるっていうゲームです。わかりますね。なるほど。うまく焼けなかったら監督のせいで負けたみたいな。選手良かったのになみたいな。あいつダメ監督や。素材もフィールドも揃ってるのに焼くやつが悪い。スキルが問われるわ。うん、でもこのバーベキューとか、まあ、アウトドアでご飯を作るっていうのは遊びじゃないですか。だってわざわざ不便なところに来て料理してるわけですよね。そしたらそれを楽しまないではないっていう考え方でもある。自画自賛だ。あ、チーズがすごい。そのソーセージ美味しいね。美味しいですねこれ。うん、うん、美味しい。でエンディング撮ろうかな。そのままの流れでなべちゃんじゃあエンディング撮りましょう。はい。残り22分です、はい、余裕です。もう22分ですということで、結構忙しくて動画も撮れなかったですね。なるちゃんね、昨日も忙しかったもんね。はい、まあ、少しだけキャンプの模様をお伝えできたと思います。フォアアウトキャンプ真冬でもこれだけ楽しいから、また暖かい時に参加できればしたいと思います。でこういう、まあ、イベントっていうかこうフェスみたいなもんですね。キャンプフェスティバルみたいな感じなんですよ。夜中花火が、ね、打ち上がったりして盛り上がるし、なんかカラオケ大会みたいなのありましたね。みんなで歌おう、はい、盛り上がってましたね。盛り上がる、だから楽しいイベントなんで、そういうのどうかなと思ってる人は来た方がいいかもしれない。僕も初めて来ましたけど非常に楽しかったです。おすすめです。そういうことで、年末あと少しですけど、今年も最後までよろしくお願いします。そういうことで。